皆さんこんにちは、竹野市からハンドです。清水です。今回は部活ガチ勢のための勉強法5選についてやっていきます。いいですね。部活もクライマックスが迫ってるというか、最後の大会に向けての追い込みみたいな受験生も多いと思うんですが、そうは言ってもね、受験生としてのスタートもちょっと被ってくるわけじゃないですかこれはなかなか大変ですよ。部活頑張ってる子ほど大変な時期だよ今。私もサッカー部で、一般的な部活に比べればそこまでハードなサッカー部じゃなかったかなとは思うんですけど、3年生までやってましたと。カノ先生ちなみに何部だったんですか？バスケとハンドボールですね。2つ、どういうこと？最初バスケで、はい、その後ハンドボール。途中で変わったタイプ、珍しいタイプです。ハンドボール珍しいです。僕の高校はハンドボールなかったですけど、うんって箱に向かってだけですね。カゴっていうかね、ゴールね。リングじゃなくてフットサルのゴールにシュートするバスケみたいな、ね、あ、確かにゴールのサイズ的にはそんな感じですね、うん、ハンドボールの話はいいんですけども、はいはい、ハードな方でしたか？そこそこじゃないですかね。そうそう、いやでも超ハードかっていうと、はい、やっぱ野球部とかはね、おーすごいよ。ラグビー部とかすごいですよ、うん、それと比べたらハードでしたなんて言えないですね。まあまあそこそこハードぐらいですかね、うん、あとどうなんだろうな、吹奏楽部とかね、音楽系の部活も結構忙しかったりはねしますけども、あなたに送りたい部活を頑張りつつも受験勉強を部活引退まで待ってらんないよっていうのもあると思うんで、そういう人に向けた勉強法5つ先輩から教えたいと思います。はい、1つ目は部活後の勉強に心臓を捧げろ。一番大事だと思う、部活ガチ勢にとって。そこに心臓を捧げずしてどこで勝負をかけるんだ、うん、これね、本当によくあるのが、勉強頑張ろうと思ってるんだけど部活終わるじゃん、腹減ったって言って、うん、家とか帰ってさ、うん、ご飯もうわーって食べて、うん、お腹いっぱいだってなっても気づいたら寝ちゃうとか、めちゃめちゃわかる。昼寝じゃないんだけどさ、夕方寝みたいなのしちゃって、起きたら起きたでダラダラってゲームとかテレビ見て一日終わっちゃうみたいな、っていうのもいいんですけど、朝まで結構行っちゃってましたよ僕は。行っちゃうんだ。行っちゃうともう終わりだよ。ご飯食べて、うん、シャワーして、うん、あーってなって勉強しようとしてるけど、一旦ねベッドの上に乗るじゃないですか、うん、おーそううえーみたいな、そんなことありませんか？そんなこともあるよね次こそ頑張ろう、明日こそ頑張ろうって思ったらまた同じことの繰り返しになっちゃう、うん、これね理由があるんだよ、はい、体が疲れちゃってると朝とかね、めっちゃ今日頑張るぞと思ってるんだけど、どんどんね身体の疲労に合わせて意志力も弱くなっちゃうんだよね、はい、だ朝頑張ろうと思えてても夜はね、今日はもういいやとか、部活終わりにね、今日はもうしょうがない、明日また頑張ろう、でこの繰り返しになっちゃう。そうすると気づいた夏とかね、部活引退してましたってなって、そっからの勝負になっちゃう。そうするとやっぱ残された時間短いから厳しい勝負っていうね、毎年あるあるです。だってさ、監督が走れって言うんですよ。僕は走りたくないんです。筋トレもそんな、オフの日も自主練で筋トレさせたりとかさ、自主的に朝練してると意識高いから、おお、お前いいね、 A チームでみたいなことも、そんな簡単にはいかないかもしれないですけど、はい、なくもないと体力追い込まれちゃうんですよ受験生は、はい、どうしたらいいんでしょう。これはね、頑張ろう頑張ろう体育会系の部活がやってる、私精神力鍛えられるんでね、うん、そのために部活やってるという側面もあるかもしれないし、うん、それが部活引退後で受験勉強頑張る精神力につながる部分もあるんですが、うん、眠いものは眠いってことで、しっかりもちろん対策法あります、はい、それを今回伝えるための動画で過言ではないんですから。まず大事なこと、部活後にバクバク食べ過ぎない、これはね本当大事。筋トレ後とかハードなトレーニングの後は絶対栄養摂取は不可欠なんだけど、タンパク質をメインで摂取しようということですね、うん、炭水化物もね、筋肥大のためには絶対必要なんですけど、炭水化物中心になっちゃうとタンパク質も不足しちゃうし、ってことでタンパク質を思いっきり取りつつ炭水化物もね一定量取ると、ここをいかに調整できるか、はいはい、これ大事なんですね。我々なんてだって部活ガチ勢じゃない人に向けても炭水化物あんまり控えた方がいいよって言ってるくらいなのに、うん、体力的結構な疲労、うん、さらに炭水化物、眠気と眠気の掛け算で心臓を捧げられるのわけがない、うん、部活で疲れた後にご飯おかわりご飯おかわりご飯おかわりってやって、お腹いっぱいだってなったら、おやすみなさいなっちゃうよそれは。全然関係ないですけど、うん、野球部とラグビー部白米食べ過ぎじゃないですかそれだけのハードなトレーニングしてるから、はい、普通の子に比べていっぱい食べちゃっていいと思うよ、まあまあ、消費もすごいですからね。山盛り2杯ぐらいしょうがない、 4,5 杯とか食べてさ、あまりにもお腹も食べ過ぎちゃったってなって動けなくなるぐらいはさすがに一旦抑えましょうと、はいはい、ここね伝えたいのは、ここで抑えて後で食べて大丈夫だから、勉強前のご飯だけ抑えましょうって話ね。トレーニング後と勉強開始の間のご飯、ここはまあタンパク質中心に最低限の炭水化物取ると、夕ご飯てかおやつぐらいにしといた方がイメージですかね。そう、しっかりと勉強につなぐ、勉強終わってあとはもう寝るだけだってなったらそこでいっぱい食べちゃえばいいから、第2の夕食ね、これしょうがないっすね。もちろんね、寝る前何時間とかありますけど、勉強もねご飯の後にするっていうのが、うん、なかなかのハードな状況なんで、うん、受験生は確かない部分はあるかなと思いますよね。お母さんからしたらですよ、7時に食べなさい、そんな言ってお母さん寝ちゃうんだよ、息子さんの受験合格のためにそこはなんとかラップしといてあげてってところはありますよね。寝る前にそんな食べたら太っちゃうよとかね、もしかしたら気にする子もいるかもしれないんだけどそんなハードワークしてたら太んないから大丈夫、まあ、そうそう、寝る前あんま食べるのは胃に負担もかかるとか言われるけど、うん、しょうがないよね。そこで食べないと繋いでらんないから、毎日ね部活後に食べ過ぎて寝て終わって勉強できないよりはそっちの方がいいかなとは思いますね。そもそもとしてなんですけど、うん、家帰らないでください、ベッドがある場所に行かないでください、まあ、これはわかる、確かにね、自習室とか家じゃないと
から勉強した方がいいよって部活勢に関わらず言ってますから、部活勢はマストです、無理です、うん、できる人いいのかなみたいなね。自習室とかだったらどんなに眠かったとしてもさ、うとうとして机だとさ10分15分もすればあれべべべって目が覚めるし、寝たとてなんですよね。そうあるあるなんだけどさ、スップして寝ちゃう子もいるんだけど、さすがにね15分20分するとねビクってなんかビクってさ、椅子の下にあの壁があるとさ、それ強く蹴っちゃってさドカンとか音を出しちゃうことがある。繋がってる机だとさ、お隣のやつやめろよみたいな、ちゃんと謝ろうそこはみたいなね。そんなのどうでもいい。ここでどうしても疲れちゃうとかね、翌日疲れ引っ張っちゃうんですみたいな、朝ね体しんどくて起きられなくなっちゃうんですって、ここにはねこちらアミノバイタルゴールドおすすめしたいですね。何なんすかこれは。何のチャンネルだよって話なんだけど、中山筋肉かな。ハードなトレーニングの後のリカバリーアミノ酸が含まれてるっていうねものなんだけど、ハードなトレーニング直後に飲むと回復スピードが速くなるらしくて、個人的にも筋トレの後とかこれ最近愛用してるんだけど、翌朝違うなと。その後飲むとその後も比較的動けたりするから、個人的にはどうしても疲労が溜まっちゃうんですとかね、こういうのもうまく取り入れてみるといいのかなと思います。時間的に部活終わりって夕方夜の時間帯が多いと思うので、カフェイン体質あんまない人は寝れなくなっちゃうとかあると思うんですけど、そこまででもないよって人は全くカフェインに頼るとかもなくはないのかなと。僕の場合は学校の自習室がちょっと殺伐としてたら苦手だったのでね、とりあえず高校の自習室はね、ベローチェわかりますか、スタバも言ってましたけど、やっぱベローチェね、ベローチェなんで安いんでね、スタバでね行ってて、部活終わったらそこっていうルーティンになってましたね。そこでアイスコーヒーとか飲んで一踏ん張りみたいな感じでギリギリまでなんとかやってた記憶ですね。どうしてもね部活後はねカフェインに頼らざるも得ない場面もねどうしても出ちゃうのかなと思いますね。ハードなトレーニングしてるんで寝れなくなっちゃうことも、カフェインないかないぐらい疲れて眠いみたいなところあるんで、疲れすぎてるとさエナジードリンクさゴクゴクゴクって飲んだ直後は寝るみたいな普通にあるからね。ということでね、眠くならないよう対策っていうのが何よりも最重要と、冷静に考えてください、はい、これから巨人と戦うのに眠い目こすってて食べられちゃうでしょう、ね、進撃の巨人ね、さっきはこれ引っ張ってるのよ。そうっていうことなんですよ皆さん、うん、ハードな部活を終わった後のハードな勉強っていうのは巨人で言ったら貴公子相手にするみたいなもんなんですよ、うんうん、進撃わかんない人ごめんなさい、わかんない人いるからその例えもうやめなさいよ敵が強いってことなんです。なのでこだわらないといけないからと、うん、中身に関してはこれ以降の項目で触れていければと思います、はい、続いて2つ目は絞るでございます。絞るってどういうこと、体絞るって話、はい、関係ないでしょそれは勉強と、部活やってるからには腹筋絞っていかないと、大体絞れてるだろう、しかも別に勉強とは今関係ないよそれ、みんな大学入ってねモテたいじゃないですか、腹筋は割れてた方がいいでしょ、割れてるよ大体トレーニングハードにしてれば、大学で腹筋割れてる状態に進学してモテる、それをモチベーションに部活を頑張りながら勉強も頑張ると。いやふざけてるよこの企画、どういうことっすか、もうふざけすぎました。違います、うん、部活やってるんでね競技によってどこを絞るべきかありますが、うん、皆さんに絞ってほしいのはやることです。そこね、そりゃそうだよ、なんせ時間があんまり取れないとは思うので、理想的には今の時期だと高3生だったら受験科目にもよりますが、うん、国公立の子だったら S はある程度時間取らざるを得ないかな、理系だったら理科もそろそろやりたい時期ですし、文系だったら社会とかもねそろそろやらないとみたいな話別で動画でもしましたが、うん、どこまでね消化できるか、消化って言うとちょっと言い方よくないんですけど、ちゃんと身になってる勉強の中で言うとたくさん手広くってのは難しいと思うんですよ、うん、その場合はうまくいかない可能性があるとしたらもう絞ってやったとこは大丈夫っていう感じに寄せた方がうまくいきやすいかと思いますね。部活後に2時間しか取れないんですなった時に2時間でね4科目回しますみたいな、30分でさちょこちょこやる全然成長感じにくいと思うし、やっぱどれも中途半端な進みになっちゃうから、そうです、ね、だったら2科目に絞って2科目集中的にやるとか、うんうんうん、最悪の場合ね英語に絞って英語をもう2時間も思いっきり単語を覚えてやっていこうみたいな、その戦略もあると思いますね。この動画でもねマルチタスクちょっとやりすぎると危険だよってお話もしましたが、そのあたり考えながらシンプルに最優先のものからやってってほしいなと。まだいけてないですって人は英語で言ったら単語文法だけに絞るとか、数学も1週間あればこれぐらい仕上げるかな量を見極めて問題集を絞るとかっていうようなやり方をしていかないと、忙しい中で時間は見つけてなんとかやってるのに実は蓋開けてみたらその時間かけた分もあんまり定着しなかったみたいな、これが悲しいんですよね。基本的に1科目に最低限1時間はねやっぱかけられるといいかなとは思いますね、うんうん、時間だったら3科目以上とかは結構効率いいかなとかね、同じ科目の中でもいろんな参考書やりすぎないように気をつけたりとか、逆に時間がないけどやったところはもうしっかり仕上がりましたみたいな、英単語は引退の段階で完璧ですみたいな状態になれば、時間かけた分だけ短いなりにも部活が終わった時のブーストのきっかけにねできると思うので、そういった方がいいんじゃないかなと思いますね。例えば歴史とかも中途半端に一問一答ペラペラってやって身になってんだかなってなんだかみたいになるんだったら、めっちゃ知識量絞った状態で一通りは金谷先生で読めましたとか、そういうのでもいいとは思うので、ここまでだったらキャパ的に一旦の成果として短い時間でもなせるなっていうのを活気を考えながら、あとは志望校ごとに優先の考えながら絞ってやっていきましょう、はい、それで3つ目は隙間時間を活用しよう、これが3つ目ですね。これはもうね絶対外せない条件ですよね。ありったけ
けの夢パリに隙間時間をかけ集めていかないと、部活生は時間取れないでしょ。ワンピース求めてるわけじゃないんだけどね。違った、1つなぎの逆転合格求めてたわけじゃなかった。確か欲しいね、それはね。欲しいでしょ、うん、そのためには隙間時間をかけ集めないといけないんですよ。部活で時間ないんですって言いながら隙間時間はポイ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 って捨てちゃってる。意味わかんないからね。お金ないんですって言いながらね、小銭はいらねえぜみたいな、俺は札しか使わねえんだ、そんなやついねえだろみたいな、そういうことですよ、ね、うん、100円玉見つけたらラッキーと思うぐらいの感覚が欲しいと。5円玉見つけたらラッキーで、この5円とこの5円を10個集めれば50円、これが10個集まったら500円みたいなね、うん、感じですよっていうぐらい、本当に今時間がないからこそ細切れの時間を使っていく。塵も積もればで、どん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 大きくなって、君の大学の合格かそうではないかを分けてしまうぐらいになっちゃうってことですね。1日の中で10分を6個かき集められないかなみたいな、うん、ドラゴンボールだったら1個足んないなみたいなね、うん、ぐらいはかき集めてほしいんですよ、うん、通学時間中から10分集めてとか、はい、学校の授業の合間に10分集めてとか、うん、休みもそうですかね。学校が始まってから部活が始まる前、取れるんだったら取ったりとか、うんうん、これあとスポーツ系の部活あるなんですけど、うんうん、A チームと B チームが練習試合してる間に C チームと D チーム脇で見てるだけだったりするじゃないですか、うんうん、その時間も英単語覚えたりとかね、そこはちょっとさすがに厳しいかもしれない。それは諦めて、はい、帰りの電車の時間とか寝る前とか何でもいいですけど、うん、どこから集められないかなみたいなことを考えてみてほしいんですよ、うん、一つ一つを大事にできるかどうかが本当は大事で、例えば通学の時ね、眠いからいいやとかやってると1日の間にどれだけの時間を無駄にしちゃうかみたいな、やっぱね意識が低いとどうしてもね隙間の時間でねスイッチしちゃって、隙間スイッチとかで言いながらやっちゃうわけですよ、うん、これぜひ避けてほしいわけですね。川野さんもボケ始めましたね。隙間スイッチわかる今の子みたいな。内職とかも活用せざるを得ない場合は、うん、せざるを得ないんですかね。これはもちろん学校のね状況だったりとか個人の判断に委ねるところではあるんですけどね、川野先生を見習ってうまく内職を取り入れていくっていうのもやむを得ない戦略にはなってくるかなと思います。続いて4つ目は、定期テスト対策期間は全力でやりましょう。部活動といえば、うん、定期テストは1週間前、うん、2週間前ぐらいはさすがにね練習のお休み期間が入りますよみたいな、はい、あるあるじゃないですか、うん、ここでやらずにいつやるんだい、心臓を捧げるタイミングその2だよ。日々時間ない時間ないって言いながら、いざ時間与えられたら雑に扱っちゃうみたいな。普段時間がないからこそさ、ちょっと時間ができたらスマホゲームやっちゃおうとかさ。部活生って春休みとか夏休みとか冬休みって大した休みじゃないですよ、うん、そっちの方がなんなら部活増えちゃったりするからね、うんうん、定期テスト前のがなんならちょっと休みっぽいみたいなことはあったりするし、その感じで1年2年で過ごしてきたら、ちょっとその名残がね、3年生になってもあるかもしれないじゃないですか、うん、ゆるっとね、みんな勉強しとくっつって、みんな勉強しに行って勉強しないみたいなケースになりかねないかなとはありますね。難しいのには理由があって、はい、勉強って習慣化が大事なんだよね、うん、なのに急に与えられちゃうと、その時間どう使ったらいいかっていうのがね、分からないまま気づいたらその定期テスト週間ダラダラで過ごして試験迎えちゃうというパターンがね多いと思うんですね。これを回避する方法としては、定期テスト前突入する前にその期間何をしようかなっていうのは、やっぱ事前に計画できるかどうかに全てがかかってるわけですね、うん、定期テストの対策期間ですから、定期テストの対策を本来する期間ではあるんですが、うん、学校のテストもありますけども、やるんだったらやるで、ね、それを効率よくサボらずにやるっていうのもやってほしいですし、定期テストでもそこまでやったら十分かな、これ以上やってもあんま意味ないかなみたいな、そこに時間かけてもしょうがないかなっていうところは、定期テストじゃなくてもともと進めてたやつにちょっと時間を回すとか、そういう風なぐらい切り詰めてやらないと結構厳しいですよね。メリハリのつけ方が大事で、はい、受験に関係ないだろみたいな、はいはい、現代文とかこの文章そんな詳しくなったっても関係ねえだろみたいなのはささっと終わらしちゃって、うん、英単語とか英文法に関しての基本的な知識が求められる試験だったら、どっちにしろ必要な知識だよなって思っても、そこの力入れてやってみるとかね、はい、必要な知識だと思ったら積極的に覚えていって、今後の受験に役立てていけばいいということで、受験を意識してメリハリつけるっていうのも大事になってきますね。12時間勉強とかも動画出してますけども、定期テスト前の土日はさすがにできるんじゃないですか。定期テスト期間中は午前で学校が終わるから午後はできるんじゃないですかみたいな、8時間10時間くらいはワンチャンいけるんじゃないですかね、うん、みたいなことも切り詰めてやってもらって、数少ない機会にハードワークする練習しとくと、部活終わった瞬間からハードワークできるんで、ハードワークの練習期間みたいなのを捉えておくと結構いいのかなと思いますね。最後3つ目は、効率を最大化しよう。効率よく勉強しようなんていうのは日頃言ってることなんで、どういうことですか。部活勢だろうがなかろうが効率は最大化してほしいんですけども、特に効率化してほしい。特になんだ。そりゃそうですよ。放課時間が2時間だとしたら、放課時間が6時間のね、同じ高校3年生が行った時に効率を1とした場合、追いつくとしたら3倍効率でやんなきゃいけないんじゃないですか、うんうん、そこまで急に3倍にはならないよっていうのあるかもしれないですけど、2個目のね科目を絞ってやった割に成果出なかったねってならないのにちょっと近いですけども、写すとかノートとかそういうこれ作業なんじゃないかな、身についてるというかやってる感のある作業なんじゃないかなとか、難しい参考書やりすぎて悩んでる時間が多いとかね、じゃなくて究極としては分かんない問題飛ばして一回解説確認して解き直す、そういう効率のいい勉強法っていうのは普段にたくさん喋ってるわけですけど、より意識してほしいと。無駄な時間限界まで削れないのかなってことを部活生は特に考えてほしいんですよ。限られてる時間を逆に言えばね、うまく使うことによって時間をたっぷりあることを
同じぐらいのペースで進めるかもしれないみたいな。場合によってはね、人によってはですよ、どっちがいいとか悪いとかないですけど、うん、部活を早めに引退することもいるわけじゃない、うん、受験が勉強って大事だから、まあ、それもそれでね、その人の判断なんでいいんですが、負けたくないじゃないですか。部活も頑張って受験も成功したいじゃないですか。欲張りかもしれないけど、でもそうなんだよ、欲張らないと人生1回だから、うん、部活も頑張りたい、勉強も頑張りたい、でも部活はやめたくないし、いい大学に行きたいみたいになったら両立するしかない。そしたらもう効率上げるしかないことですよね。そうなんです。実際問題として部活ね、現役で高3の春まで夏までやってました、現役合格いるわけじゃないですか。三田さんがそれになるためには効率上げるしかないんですよ、うん、効率以外で大事なところ、今すぐに勉強開始するってことね。部活引退まだ先だからまだいいかなと。いや、それはシンプルに負ける、うん、毎日毎日日々大変で疲れちゃうしってことで、夏終わったら本気出しますみたいなのがいるんだけど、出さんでさ、そういう人夏になっても出さんから、夏になっても出なくなっちゃうし、はい、夏からもし頑張ったとしても、もっと早くからやってればこの大学行けたねみたいになるパターンが本当にあるから、うん、今すぐまず始めるっていう覚悟を持つことが何よりも大事かなと思います、うん、効率を最大化って話しましたけども、うん、隙間時間を絞ったりとか、どれぐらいの科目数だったら一時期にちゃんと仕上げられるのかなとか、もしくは1日の時間取れるんだとしたら、ただ量が多いだけじゃなくて密度が多くて多い1日を定期テスト前とかだったら過ごせるかなっていう、最大限効率を考えまくったみたいなのって、時間がないからこそ切迫感を持ってやらなきゃいけない感が出るのがある種逆にメリットかなみたいな、うん、っていうのを経験すると、いざ部活引退した時にそのままの効率で時間はシンプルに増えましたってなったら、そっから逆転できるじゃないですか、うん、っていうのを今の時期に身につけてほしいわけですよ。ということでですね、部活ガチ勢、ガチがどんぐらいか人によるとは思うんですけど、部活やってる人は少なくとも忙しいですと。忙しい中でも要領よくやれきる人が部活やりながら現役合格になりましたって人なんで、これ余談なんですけど、はい、サッカー部の顧問ではなくて隣で練習してた野球部の顧問の先生が言ってたんですけど、はい、部活を夏までやって9点に勝った先輩がいたと。その先輩はこんなこと言ってました。部活やってた時は全力でねボールを投げてたわけじゃないですか、うん、野球部の彼はそれを引退してキャーペンに持ち替えて9点台に受かったんだと、そう言ってたわけですよ。つまりそういうことです。いい話なのかどうかちょっと分かんないです。部活をね最後まで全力で頑張れる人は勉強もポテンシャルを持って可能性が高いから頑張るということです。最後青春になっちゃいました、はい、我々もねもっとハードな部活やってる人もいますが、一応部活をね、うん、やってた先輩として皆さんのことを応援してますので、ぜひ現役合格を目指してください。ということで、部活を頑張る君にぜひ受験勉強も全力で頑張ってください。応援しています。高田先生、はい、武田塾の無料受験相談ってどんな話するんですか？受験生のみんなが抱えてる悩みを武田塾のスタッフが解決に導いていきます。今の勉強法のまずい部分だとか、それを無料で全部あなたに教えますよ。今から勉強を始めた高1高2生も、うん、焦ってる受験生も、うん、ぜひ来てほしいですね。詳細は概要欄をご覧ください。